石川貴則ストイックに健康維持も目に感じる衰え、うわーとなったことはあります。ミュージシャンの西川貴教、54、が16日、都内で行われた、今知っておきたい。前立腺がん西川貴教さんと学ぶ、医師とのコミュニケーションのポイントと治療選択に出席した。スーツに身を包み、専門医の話に耳を傾けた西川。報道陣の取材に答えると、自分がエンタメの人間だということを忘れがちになる、とこぼし笑いを誘った。西川は芸能界随一のトレーニング好き。自身の健康には最大限に気を使っている。体づくりはもちろん、食事ですね。結局食べているものが体を作ると思うのでと明かした。西川が常に意識しているのが PFC バランスだ。P、タンパク質、F、脂質、C、炭水化物をバランスよく摂取するというもので、めんどくさそうに見えるけど慣れると当たり前になると語った。鍛えられた肉体にツヤのある肌で年齢を感じさせない西川だが、目には衰えを感じるという、若いスタッフに夜の移動中にスマホ見せてもらった時に、画面が明るすぎて、うわーとなったことはあります。そっか20代だとこれくらいの明るさなんだと思いましたねと笑った。